場してきます。He represents Japan. A nice welcome, please, ladies and gentlemen, for Tatsuke Machida. 大きな歓声に包まれました。今シーズンのショートとフリーは世界一になることができるプログラムですと、そう話した町田樹。大躍進の昨シーズンからまた手応え十分の作品を携えて臨んできました。どんな驚きを我々に与えてくれるんでしょうか。本邦初公開のショートプログラム、町田樹ショートの曲はバイオリンと管弦楽のためのファンタジー。冒頭4回転3回転、4回転トーループ3回転トーループのコンビネーションジャンプ、決めてきました。とてつもない緊張感の中で冒頭決めてみせました。スリーターンからトリプルアクセル、2つ目のジャンプも成功。一つ一つの動き、難しい動きを加えているというふうに話していました。2008年に浅田真央が初めて世界選手権を制覇した時の曲に乗っての演技です。昨シーズンは町田樹史上最高傑作という言葉がありました。今年はそれをもしのぐ対策と本人も自信を持っています。ステップシークエンスもすごくよく動いてますね。そして表情に気持ちがみなぎっています。残るは後半のジャンプ、トリプルルッツ、ジャンプは3つともほぼ完璧に決めてみせました。すごい。町田樹今シーズンの開幕戦、圧巻の演技でした。有言実行、まさに本邦初公開のショートプログラム、その期待にたがわぬ演技を見せてくれました。いやー、小田さん、はい、見入ってしまいました。そうですね、もう本当に素晴らしかったです。冒頭の4回転トーループのコンビネーションジャンプ、トリプルアクセルもそうなんですけども、本当に一つ一つ技と技のつなぎのところに、はい、スピンからスピンに行くところもそうなんですけども、すごく工夫がされていて、彼の言っていたそのつなぎの部分でもっと強化していきたいというところが本当によく見られたなと思います。羽生結弦が本当にレベルの高いジャンプを組み込んで演技を構成してきました。今大西コーチと抱き合います。さらに振り付けのフリップ・ミルズさんと本当に何度も何度も話し合って作り上げてきた、かけがえのない時間だったというふうに町田も話していました。何かこのチーム町田といいますか、はい、その絆が結集された2分50秒という感じがしましたね、はい、さあ見ていきましょう。このトーループちょっとランディングした時に詰まったかなと思ったんですけど もう全然関係なかったですね。このトリプルアクセルも
少し空中で軸が歪んだんですけども、もうそれもしっかり着氷までに立て直して、出来栄えの方でもプラスはもらえるんじゃないかなと思います。このトリプルルッツもしっかりルッツのエッジで踏み切っていますね。今シーズンからルッツとフリップはより正しいエッジで踏み切れなくてはいけませんが、そこもきちんとできてたと思います。はい、最後の余韻も含めて一つの町田樹の壮大な作品をこのショートから見せました。さあ、キス&クライの本人の表情もとっても楽しみですが、淡々とまだ喜びをかみしめてという部分でしょうか、少し笑顔も見えています。今大会僕ができる最大限をお見せしたい、そう話していた町田。いや、今シーズンこれはちょっと楽しみだなという感じがしますが、さあ得点がどう結果としてついてくるんでしょうか。現在トップはジェレミー・アボット 81.82、 2位にジェイソン・ブラウン 79.75 という状況です。昨シーズンのこのアメリカ大会は見事に町田樹優勝を果たしました。今シーズンは自分が主役になります、そう話した町田、まあ、それだけ自分にもプレッシャーをかけてということになりますよね。はいはい、その自分で勝ったプレッシャーも乗り越えれると思います彼は。さあ、町田の注目の得点です。今シーズンは自分が主役になります、そう話した町田、まあ、それだけ自分にもプレッシャーをかけてということになりますよね。はいはい、その自分で勝ったプレッシャーも乗り越えれると思います彼は。さあ、町田の注目の得点です。90点台、町田樹別次元の得点を出しました。技術点 49.65、 そして演技構成点 43.74、 パーソナルベストには及びませんが、町田樹非常に存在感十分の演技でこのショートプログラムトップに立ちました。さあ、このアメリカ大会男子のショートプログラムを終わって、トップは日本の町田樹、そして2位にジェレミー